われわれガンバサポーター、ガンバ大阪の歴史、刻むトークの時です。その歴史、われわれの少なくとも、われわれの応援の力で呼び込む一点にしたいと思います。で、これからちょっと決起集会やりますけども、今、めちゃくちゃカメラ見えます。僕からお願いしたいのは、その気持ちを携帯画面越しでも構わない。でも誰に伝える、誰に気持ちを伝える、選手、そう、この日を皆さん待ちわびたと思います。その気持ち、いろいろみんな持っていってる、それを全て勝つために、選手に届けるために今日ここに集まっているのは、その気持ち、ぜひカメラではなく気持ちを選手に伝えてほしい。どうですか皆さん。それで歴史を変えるためにサポーターリンを中心にいろいろ準備してきました。皆さんの座席の下にこれらのシートあると思います。これも選手入場時に We are with 歌っている間この見つけ続けてください。まずは資格から、そして気持ちを伝えるために、勝つためにやっていきます。そのためにいろんな方のコメントもやりました。それを最後仕上げるのは、ここにいるガンバサポーター全員の協力がありこそ初めて出しますんで、ぜひ皆さんお願いします。これを実施にあたってのお願い事がいくつかあります。今日の声をボールが全体で2勝2勝3勝全部使ってやります。なので特に2勝3勝の方、今もいらっしゃると思いますけれども、もしかしたら今日これを初めて参加する方もいらっしゃると思います。そういう方、分からない人もいると思うんで、ぜひ分かる方、実施する前にお声掛け、分からない人がいたらこう上げますよとか、頭の上で上げますよとか、いいようなお声掛け、お協力いただけると非常に助かります。特にですけども、3層目、上層の方、もしかしたら隣、周りに人があまりいないかもしれません。その時は持てる限りのこれをシート持っていただく、またはできるだけその瞬間だけでも構わないので、真ん中の方に集まってもらって、いいものをみんなで作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あんまり長々喋っておさらないんで、みんな、ここに参加されてみた、クラップで、クラップで、見せてくれよ、気持ちを。みんなやろう、みんなで。腕を叩く、力強く手を叩く、ここに詰め込む青と黒の仲間たち、手を叩く、手を叩く、あら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 あ
ありがとうございます。もうみんなね、みんなの方向、周りのみんなの気持ち、伝わっていると思います。ではね、今日は我々、ね、国立に決勝に来たことがゴールじゃない。その先の新しい景色を見ることが今日のゴールなんで、それを行うぞ。この新しい景色は、ピッチの選手が作ってくれると思います。だからこそ、我々がサポーターである覚悟、プライド、全員で見せましょうよ。みんなに一緒に歌っちゃおうよ、ね、本番は今からなんで、ね、ここでさ、使いすぎも使わないんで最後みんな欲しい声でいいですか。ちょっと早めに席に戻ってください。よろしくお願いします。